梅林太郎は、日本のレスリング選手。身長百六十八センチメートル。千葉県松戸市出身。幼少期より、小玉ジュニアレスリングクラブでレスリングを始め、小学生時は、全国少年少女選手権を五度優勝。全国少年少女選抜選手権を三連覇。二千十一年四月、上京し、日本オリンピック委員会が有望な小中学生を育成する組織。 JOC エリートアカデミーの4期生として入校した。同期には、東京オリンピックレスリング金メダリストのオツクロタクとフェンシング、日本代表の斎藤俊也がおり、先輩には、乙黒圭介や向田真宙、後輩に東京オリンピック女子レスリング金メダリストの須崎優也南城彩がいる。卓球の平野美宇や張本智和もアカデミーの、後輩にあたる。 2012年6月に行われた全国中学生選手権の決勝で相手の水車落としを受けてしまい頭からマットへ落下、救急搬送され負傷危険負けで2位。頭部を強打したことで1ヶ月の休養を余儀なくされた。復帰戦となった同年11月の東京都知事杯全国中学選抜大会では当時3年連続の中学2冠。 計六冠目を狙う一歳上の聖国大使を 59kg 級決勝で破る金防止を挙げ、翌2013年は全国中学選手権と全国中学選抜の全試合をフォールかテクニカルフォールの無失点で両大会の 66kg 級を完璧に制した。帝京高校在学中の2015年8月、高校2年でインターハイの 66kg 級で優勝。 同年9月には、専門外である、グレコローマンスタイルで国体に出場、少年 66kg 級を制して、両スタイルでの強さを見せる。2016年3月の全国、高校選抜大会も 66kg 級で、優勝し、同年8月のインターハイ 66kg 級も、前年に続いて優勝し、連覇を達成した。ジュニアオリンピックカップを2014年、 2015年と連覇し日本代表選手として出場した世界カデット選手権で2年連続3位入賞をした。平成28年度 JOC エリートアカデミーキャプテンを務める。2017年4月、早稲田大学へ進学しレスリング部に所属。同年11月に行われた内閣総理大臣杯では1年生ながら、 早稲田の代表として 70kg 級に出場し2位入賞を果たす。2018年2月、ウクライナへ20日間の遠征をし、キエフ国際大会に出場3回戦で世界チャンピオンのフランクチャミゾと対戦した1から6の判定府。同年10月、福井国体の青年フリースタイル 74kg 級で準優勝。 決勝の相手は壮大で同門の伊藤俊。2019年3月に練習中の事故で、全十字人体断裂等の大怪我を追い手術をした。同年11月に行われた、東日本学生周期選手権に出場し、無失点で優勝し、復帰を果たすと、同年12月の天皇杯では 79kg 級で3位、入賞銅メダルを獲得した。年月、 株式会社金太郎ホームに入社、競技活動を継続する。2024年パリオリンピックに期待される選手の一人とされる。ありがとうございます。